トーマス・リンカーンは、著名な政治家の家系出身の女性、ハンナ・スレーターと結婚し、裕福な地主や、鉄器製造業者として、ペンシルベニア州では有名であった。モルデカイとハンナの息子、ジョン・リンカーンは、ロッキンガム郡に住み、シェナンド・バレーで大規模な農場を経営して栄えた。クエーカーの家系である。クエーカー教都もピューリタンも奴隷制には反対している。 エーブラハム・リンカーンとバス・シバ・ヘリングの第四子としてバージニア州ロッキンガム郡で生まれた。1786年5月、父がインディアンに殺害されるのを目撃した。兄モルデカイが父の財産の大部分を相続し、トーマスは自ら生計を立てねばならなかった。1786年9月から1788年の間、ネルソン郡、ビーチホークに引っ越した。 1795年から1802年までの間に様々な職に就いた。若い頃、原始バプティスト教会の熱心な信徒になり、最終的には宗派の指導者となった。インディアナ州でピジョンクリークバプティスト教会の管在人を務め、エーブラハムと教会の集会所を建てるのに尽力した。宗教的観念から奴隷制を嫌っていた。大工として働き、 誠実さ、社会への貢献、話術、快活さから尊敬を集めた。一方、放浪労働者、怠惰で無学としても知られた。小屋作りや内装工事などに従事し、農場を購入すると、1814年には、軍の98の土地所有者のうち15番目に豊かになった。共同体や、カンバーランドとハーディングンの協会で活躍し、19歳で、 州民兵を務め、24歳でカンバーランド軍巡査になった。1802年にケンタッキー州ハーディングに引っ越し、翌年エリザベスタウンの7マイル北に238エーカーの農場を118ポンドで購入した。また、ハーディングで売信員、道路請願者、刑務官を務めた。翌年、姉妹ナンシー・ブルムフィールド、その夫、ウィリアム・ブルムフィールドと、 母バスシバがワシントン軍からミルクリークに引っ越し同居することとなった。1805年、暖炉や階段など自宅のほとんどを自作した。それはエリザベスタウンのフリーマンコ公園にザリンカーンヘリテッチハウスとして復元されている。1806年、オハイオ川とミシシッピ川を降りニューオーリンズへ向け平底船で商品を運び、エリザベスタウンのブレイクリー モンゴメリーストアに届けた。1806年6月12日、ワシントン郡、ビーチランドで、ナンシー・ハンクスと結婚した。ナンシーは、忍耐強く、素晴らしい女性だと隣人は書き残している。保ンビルのエイブラハム・リンカーンの聖火のレプリカ1807年に、長女サラが、エリザベスタウンから約5マイル北のミルクリークで、誕生した。1809年諸島までに、 ノリン川沿い、保ンビル近郊に300エーカーの農場を購入した。ベッツィとトーマススパローの自宅から2マイル、エリザベスタウンの18.5マイル南東に位置している。自宅は標準的な土間付き1部屋のみの丸太小屋であったが、マグニフィセントスプリングザットバブルドフロムザボトムオブ、エーディープケーブにちなみ、シンキングスプリングファームと命名された。エーブラハムリン管制探知としても知られる。 より多くの肥沃な土地を求めて、1811年に約10マイル北東のノブクリーク農場に引っ越した。トウモロコシやカボチャを栽培をし、毎年恒例の道路測量を行い、98人の不動産所有者のうち15番目に裕福になった。混沌としたケンタッキー州都地方、主観的、または任意の目印を使用した当時の複雑な土地測量と境界決定のため、 境界紛争後に3回農場を失った。このことに落胆し、1816年12月、公有地条例により土地を購入していたインディアナ州に引っ越した。さらに、奴隷制は北西部条例により、同州では禁止されていた。息子エイブラハムは後に、ケンタッキー州からインディアナ州への移住は、 奴隷制よりもケンタッキー州の土地所有権の難しさという都合であったと述べている。インディアナ州のリンカーン少年時代国立記念碑。リンカーンボーイフットナショナルメモリアル。リトルピジョン川沿いのリンカーン家の土台1816年12月。ペリー軍、リトルピジョン川近くに定住した。荒野に息子エイブラハムと自宅を建て、土地を開墾し、作物を植えた。 大工としての技能もだんだん上がり、需要があった。ナンシーのおばエリザベス・スパロー、おじトーマス・スパロー、いとこのデニス・ハンクスは次の秋にリトル・ピジョン・クリークに住み着いた。デニスとエイブラハムは10歳違いであったが、良き友人だった。1818 18年10月、妻ナンシーがミルク病にかかり、1818 18年10月5日に、よう去った。 再婚相手を求めて戻って、ケンタッキー州に行き、未亡人サラブッシュ・ジョンストンと出会った。1819年12月2日に結婚し、エリザベス、マティルダ、ジョンの3人の連れ子を引き取った。リトル・ピジョン・バプテスト教会の建設を支援し、教会の管財人を務めた。1827年までに、インディアナ州の土地100エーカーを所有していた。いとこのジョン・ハンクスが、 イリノイ州に引っ越し、森林を苦労して開墾する必要がない肥沃な草原の報告を送ってくると、1830年初頭にインディアナ州の土地を売却し、メーコン軍、ついで1831年にコールズ軍に引っ越した。チャールストンの南10マイルにグースネストプレイリーの自宅は、リンカーンログキャビンステートヒストリックサイトとして保存されている。 もっとも、建築当時の建物は解体され、シカゴに水上輸送されて、シカゴ万国博覧会で展示されている。1851年に死亡し、自宅から3マイルの白墓地に埋葬された。エイブラハムとの関係は徐々に変化していった。原因は、トーマスの視力低下、体調不良であり、農作業を息子に依存していた。近所に働きにも出し、マイケル・バーリンは、 著書ザ・インナーワールド・オブ・エイブラハム・リン・カーンの中で、エイブラハム・リン・カーンは、父の奴隷のようだったと記述している。二人の意見の相違は、教育面でも大きく現れた。エイブラハムは、無学な父と違い、教育を重視した。宗教面でも、バプテストの熱心な信者である父と、自由思想家のエイブラハムは対立した。エイブラハムは資金を何度か援助し、 病床の父を訪れたが、父の葬儀には出席せず、破壊次第も払わなかった。トーマスは存命中、息子、エイブラハムの結婚式に招待されず、孫にも会わせてはもらえなかった。ありがとうございます。